今回のスピチューブは、餃子の王将。解体工事。あの懐かしい場所が解体されることになりました。皆さんこんにちは。今回は餃子の王将京山店にやってきたんですけども、解体されるって話を聞いたんですけどね。いやーね、こちら潰れるんですね。潰れてこっちになるみたいですね、京山の餃子の王将。はい、というわけで今日はこちらに行こうかなと思います。これ昔からね、これずっとあったんですけどね、場所変わるみたいですね。はい、ちょっと今日こちらに行こうかなと思います。はい、というわけで今回始まったわけですけど、この建物自体がなくなるということなので、まあこのカラオケとか居酒屋さんとかもなくなっちゃうというか、もうすでに営業してないという形になってるんですよね。いや、昔ねカラオケとかよく行ってたんですけどもね、解体工事始まるということです。いやーね、いや知らなかった。それでは早速行ってみましょう。まず初めに目についたのはこの募集スタッフのポスターですね。中入っていきますね。まあこの辺はね、いつも通りの王将さんかなと思うんですけども、はい、テイクアウトできるんですね。はい、いざ入店でございます。まあ店の雰囲気がね、ちょっとレトロな感じですかね。まあ、どことなく落ち着くような雰囲気かなと思いますね。いやーいいですね。気になるメニュー、こちらが王将さんのメニューになるんですけども、スタッフ募集がっつり書いてますね。いろいろとね食べたいものあるんですけども、こちら店舗によってメニューがね変わってるとは思うんですけども、こういうのあったりとか、ね、このセットメニュー、当店オリジナルということで、ね、美味しそうなメニューがありもいっぱいですね。まあ、がっつり行きたい場合も大盛りとかできるんですよね。いや、何にしようかなと思いながら、いろいろね、目につくものがいっぱいありますね。こういうのもね、中華まんとかも美味しそうですね。で、注文完了いたしました。今回はこの天津飯セットを注文しました。天津飯の方は大盛りでセレクトしました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、約10分ほどでやってまいりました。天津飯セット、うわー美味しそうですね。これもう見ただけでふんわり伝わってきますよね。うわー、お腹空いたな。それではいただきます。これ、いやー美味しいね。ふんわりこの卵とね、めちゃめちゃうまい。ご飯が美味しいです。まあ店舗によってね、全然味付けが変わってくるということなんですけど、こちらは美味しいですね。安定の天津飯という感じでしょうね。それではラーメンいただきます。こ
ちらですね、シンプルな中華そばといったところでしょうかね。いや、美味しそうです。あ、美味しいですね。これシンプルな、また醤油ラーメンいいんですよね。これ天津飯とよく合います。唐揚げ食べるの忘れてました。それではいただきます。あ、いいんですよね。これさっぱり唐揚げといった感じでしょうね。いやーね、いいですね。天津飯とラーメン合う感じでしょうね。はい、まあね、なんか老朽化のためにここ閉店するみたいですね。閉店してまたこの後ろにある新しいところに移転するそうです。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。今回は餃子の王将京山店に行ってきましたね。こちら美味しそうですね。本当にとろりとね、ふんわり卵がね、美味しかったですね。ね、こちらラーメンもシンプルなんですけど、やっぱりなんかじわーっときますね。というわけで今回は、まあ、こちらのね、店舗が移転ということなんですよね。まあ、おそらくかなり昔からの店舗だとは思うんですけども、この老朽化のために移転するということになっているので、まあ、この他にも、居酒屋さんとかカラオケ屋さんがこの建物の中に入ってるんですけど、もうすでに、閉店してるという感じになってます。ねえ、もうねえ、この餃子の王将といったらそれぞれなんか店舗によってメニューが違ったりね、してますよね。だから岡山駅前とかも飲み放題、お酒メインだったり、ね、居酒屋感覚で楽しめたりする餃子の王将さんなんですけど、まあ、こちらのね、店舗もなくなっちゃうと、まあ、なくなっちゃうんですけど移転ということなんですよね。いやー、まあでもここに最近ね、なんか閉まっちゃうというか、そういうお店増えてきましたね。なんかちょっと寂しいですけどね。よくね、高校生の時この辺とかこの店よく行ってたんですけどね。いやーね、でもまあ新しくできるんで、まあそっちの方もちょっと楽しみにしとこうかなと今日は思いますね。まあたまたまね、通りかかったらこういう感じだったのでびっくりしたんですけども、最後に行けてよかったかなと思います。4月上旬だということです。ご視聴ありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。